プリンセス通りがあるんで、プリンセス通りの方へ行ってみます。やっぱりジョギングで行きたかったですね。雨じゃな、歩きです。これはすごい新しくてすごいですね。あ、セブンイレブンがあった。あ、ここに全部入ってるんですね。いろんなショッピングセンターが。まあこれはセブンイレブンなんで、隣のビル行ってますね。ハリゾは味の街って書いてますね。ここに全て入ってますね。ミカドコーヒー。ああ、コーヒーのいい匂いがします。ああ、味の街。これはだから食事なんでしょうね。これ撮ってんのかな。雨なんで、この、ひさしの下を撮ってみたいです。うわ、ステーキ。ステーキですね。ああ、ステーキが多いかな。ここは？ここは空いてますね。まあ、静かに食べてもいいですね。これは和食。明治亭。ソースカツ丼。カツ丼屋さん。若い人もいいですね。あ、これも牛ですね。あ、熟成和牛。あ、こう最近熟成牛肉が流行ってますね。ここもこれは海鮮ひつまぶし。あ、これは食べれません。天むす。あ、名古屋のお店だな。ひつまぶしという、天むすという。これは、あ、これは中華。中華ですね。小籠包。五色小籠包。フカヒレです。これは、もしかしたら、違うかな。あ、台湾ですかね。パン屋さん。あ、パン大好きなんだな。パン。こっちはブランドもの。ずっとアーケードで傘がいらないですね。これはサブウェイみたいなハンバーグ屋さん。野菜の。なんて言うんだろう。ずっと開けることがいいですね。これはいいな、傘いらなくて。あ、ここもレストランだ。こういうプリンスショッピングプラザフロア街。うわー、これはでかいな。今こう歩いてただけなのかな。まだまだ広いですね。ほんの一部歩いただけです。一回座ってるんですね。プリンス、やっぱ皇太子殿下の、にあずか、あれですね。名前を取りたいんですね。ああ。
ここもずっとアーケード街ですね。カセなんです。これはブランド。カジュアルウェアですけど、ブランドものなんですね。トミーフル。はい。じゃあ、リーバイス、ジーンズですね。その向こうの通りがプリンセス通りですね。バイクが通りましたけど、すごい綺麗な通りです。あ、リーバイス。リーバイスの専門店ですね。ラコステ。まあ、東京、横浜でいうあれですね、アウトレットですね。私の自宅の近くにもベイサイドマリーナがありますけど、でもこっちの圧倒的に大きいですね。車もすごい数来てますね。これが、いいですね。車道と歩道が分けてて、歩道が当然、まあ分かるんですけど、高いですね。で、結構高いです。真ん中に広い中には。これはやはり、大都市じゃないからできるんでしょうね。地方だからできるんでしょうね。プロポーション。あ、わかんないですけど。ね、あ、こういう一回下がるような空間もありますね。これは、あ、トイレのために半地下を使ってますね。ちょっとぐるっと回ってみますね。大きく外で回ってます。すべてこう屋根で繋がっているといいですね。あ、あの一個はだけ単独なの。軽井沢はプリンスボール、ボーリング場。ここも、あ、ここちょっと一旦濡れますね。濡れますね、これね。この女性用のブランドもんですね。ああ。これ2階建てになってますね。1階と2階。これ2階はなかなか行かないかな。日用品、ティファール。鍋とか、夜間のお店ですね。やっぱりファッション。ファッションなんですね。2階は、なんだろう。あ、2階はみんなファッションですね。ちょっと、一区画だけプリンストーリーで、プリンセスですね。これがプリンセスです。片側2車線ですね。緑地が広くあります。並木道、歩道もしっかりしてますね。広くて。プリンセスです。本当に便利ですね。まあ、ただちょっと、高級品が多いので、100円ショップなかったかな。ちょっとこう、あれですね、お金持ちじゃないと、あれですね、生活できないかもしれないですね。またちょっと、雨なんで、屋根の下に入ります。